早朝立ち会い、タイム母艦がボコーンと現れたのは中国は唐の時代。そこで僕たちは K 博士を知っているという三蔵法師に出会い、一緒に旅をすることになったべっちゃ。ところが三蔵法師にはとんでもない秘密があったべっちゃ。次回タイム母艦へんてこ最有機だべっちゃをお楽しみにね。